釣り子 TV です。年末に向けて何やらいろいろ面白いものがたくさん登場してきてるなっていうことで、これね、家に届いた荷物なんですけども、こんな感じのね、段ボール、こっちはねちょっとね今住所が貼ってあるんでっていうところなんですけども、住所を見ると和歌山県ね、でメーカーの名前はガンクラフトっていうことで、これはね注文してきたあれが届いたんじゃないかなっていうことで、早速ね開封していきたいと思います。はい、じゃあねちょっとここ開けてみて、多分絶対ね出荷しましたみたいなねメールが届いたんで、あれじゃないかなね。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。よいしょよいしょ、はーい、おー来たぞ来たぞ来たぞ、領収書が入っていて、価格がね8795円って書いてありますけども、領収書、そしておおこんな感じで入っている。ジョイクローラー、うわかっこいいなこれね、パッケージこんな感じなんですね。いやー、これはねいろいろな SNS とかにも登場していたんでね、気になってましたよね。ジョイクローラー、まあジョインテッドクローの羽物ですよね。うわー、ケースかっこいいなあ。こんな感じですよ。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はガンクラフトからいよいよ登場したですねジョイクローラー、これがね、ウェーブで先行発売みたいな感じで、注文すると買えるよなんていうのがあったんですよね。それで早速注文してみて、それでもってこの12月のね、後半に届いたっていうね、これを開封していきたいと思います。まあパッケージをねさっきから見てるんですけど、こんな感じで、いや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 、いいですね、でね、カラーね、このちょっとなんだろう、チャートパックみたいな感じでね、すごい遠くでも視認性がいいこんな感じのカラーですね、じゃあね早速ね開けてどんなルアーなのか見ていきたいと思います。こんな感じで入ってるんですね。で裏の方はさらに暴れないようにこれを外していくと、はい、よいしょ、こんな感じで取れて、ああでね、最近こういう台紙、あのね、いろいろこう浮力チューンする時とかにね、よく使うななんてことで、こういうのもね結構ね大切に取っておくとね、いろいろ役立つんですよね。まあこのジョイクローラーに使うってわけじゃないんですけども、こういう部材、こういうのね、まあ、あんまり取っておくとね、かさばっちゃいますけど、あ、これ使えそうだなってことで、まあこれもいいな。はい、そんなところはちょっと置いといて、ジョイクローラー出てきました。うわー、ねえ、こういう感じになるんだなってね、正面から見るとね、こんな感じ、このなんだろう、羽の取り付けがねすごい楽な感じで、これがなんかカシャ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 、ちょっと触っただけでもいい感じの金属音が出ていて、これはなんか好きな感じの羽のラフな感じね。で結構締まりますね、キュッとね。でも動き出しを良くするように、ここがちょっと出っ張りね、ネジのところが
出ているんで閉じ切らないので、まあでもキャストするには必要十分な感じのね姿勢になっているなぁって言って、で動き出しが良さそうなこういう部材がほっぺたのところについていてね、でボディのところを見ていくと、ああこれインナープレートが入ってますね、このキラキラな中にね。ああこれは水中にね独特なフラッシングをいっぱい入れてくれそうだなということで、深いところとかからね魚呼び込むのにすごい良さそうだなというところで、でテールに関してはまあまあ、 あのジュイクロならではなオーソドックスなねテールついているね、はい、でここら辺を見るとね専用にこうこれが動きとかにもね効果的なんですかね、顔周り、こういう感じですね。いやで腹周り見ていきますかね、ジョイクローラー178っていう風に書いてあって、まあねもうジョイクロの一番釣れ線サイズ178に羽がついちゃったっていうね、こういう感じでいいんではないかなと思うんですけども、はい、でね SNS とかでもいっぱい出てましたけど、ここのネジですよね、これの取り付けがすごいギミックがあって、通常だとここら辺を調整する時って、ね、ネジを結構外してそれでもって、羽をね交換したりっていうことだと思うんですけども、この特別な部材が作られていることによってネジを全部外さないでも、交換取り外しができるということで、早速ちょっとね一回開けてみますかね。はい、100均精密ドライバーね、こういうのはあると便利ですよね、自分はあの100円均一とかでよく売ってるのを買ってるんですけども、緩めると、あーそっか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 、それでここが開封ってなってね、で取れちゃう、あー考えられてますね、ここがこういう感じのパーツになってるんですよね、うん、それでもって片側だけ緩めるだけで羽が取れちゃうね、でこの羽パーツもねあの独特な、ね、結構いろいろテスト繰り返されたんだろうななんていうこんな形ですけども、アルミ製っぽいですね、それでもって結構厚み十分ね、うん、丈夫そうな羽がついてますね、こういう感じの羽、まあ、ここら辺でね羽いろいろ交換したりとか、あと故障した時にね取り外してキュッキュッってやるのなんかも、まあ精密ドライバーね1個で結構スピーディーに行えるんじゃないかなっていう感じで、こういう取り付けなんですね、考えられてますね、片側こう外すとすぐに交換もしくは調整のために1回取り外してっていうのがやりやすいっていうね、これはよく考えられているなっていうところで、はい、じゃあね、もう取ったばっかりですけど、早速つけますか。あ、でもね、この羽ね、今ちょっと手元にあの重さ測るやつがあるんで、ちょっと重量も測っておきたいと思います。はい、重さ測ってみたんですけども、ジョイクローラーの羽はね、1個およそ 4g っていうことみたいですね。じゃあね、まあまあまあ別に曲がってるわけでもないので早速取り付けもしたいと思うんですけども、まあ、片側を背わせて、はい、付ける方間違えましたね、こうじゃないでいきなり間抜けですね、まあこんな間違えた時もあの通常だったら全部外してやり直しなんですけども、
なんとなんとこのシステムだと、片側をなあもうよーく見てやんない、はい、簡単にね、すぐ出せるんでこっちじゃないだろうってことでこの出っ張りの前ですね、はい、なんかおかしいなと思いながら今閉めてたんですけど、はい、こっちが正解ですね、そう、このシステムによってね、そういう羽の取り付けのところを間違えてもね、すぐにね、復旧できるっていうね、これはね、考えられている、まあ、こっち側閉めて、今ね、こっち側もちょっと緩めたんで、こっちもキュッキュッと、でもおよそ一巻き、二巻きぐらいですかね、ギューってやって、あ、よかった、はい、治りましたね。こんな感じでここのね部材で、ここがしっかりなんかちょっとねこういうここだよっていうで、ここのところがねよく見るとねここだよってプラスチックがちょっと出っ張っているので、その取り付け位置なんかも間違えづらいというか、まあ今つけてみたんですけども、まあ、結構やりやすかったなっていうところで、はい、そんな感じですね。あとはねちょっとこの本体の重量もね羽全部付きで、測っておきたいと思います。何グラムかな、はい、重さは 59.2グラム、まあおよそ2オンスっていう感じ、まあジョイクロ178を使っているタックルとかでねいけちゃうんじゃないかなっていうことですけども、今のね結構ロッドって本当以前に比べたらねこういうなんだろう 60g ぐらいまで快適に投げれるね、竿いっぱいあるんで、どんな感じのでもいいんじゃないかなと思うんですけども、ちょうどねタックルいろいろ引っ張り出して整理してたんで、まあまあどんなので使おうかなっていうと、例えば、こんな組み合わせでやってみたいななんていうね、これはね、出たばかりのダイワのジリオンね、ですね、このジリオンのギア比5対5のものね、こういうローギアのモデルで、でこれタトゥーラエリートって7フィートぐらいあるね竿なんですけども、ちょうどねやっぱり2オンスぐらいのものとかね、非常に使いやすい竿なので、でこうちょっとなんだろうグリップエンドが短くて、で、なんだろうブランクス部分が長くてっていう、まずねこんな組み合わせなんかで使ってみたいなっていうね、来年になると思うんですけどね、そうですね、今言っても12月なんで12月でもね出ないわけじゃないと思うんですけども、本格的に使うのは来年の、春先ぐらいからね、でこれ独特のやっぱ羽物ってゆっくりペッタンペッタンっていう感じでね、魚イライラさせてっていう使い方ができると思うんで、まずはねこんな組み合わせでいってみようかなね、ローギアのベイトリールに、ちょっと長めのね、こういうね竿ね、だからなんていうかねこれ7フィートある竿なんですけども、投げた後にその通してくるなんかコースをねいろいろコントロールしやすいなってねいうのがあって、自分は結構リザーバーとかまあおかっぱりとかでもこういう羽物ねちょっと大きめ羽物を使うときは、長めの竿にローギアのリール、まあ結構焦っちゃうとね早く巻いちゃうっていうのがあるんで、自分が焦ってもリールの方でゆっくり巻けるようにね、こんな感じのタックル、あたまたね今年実際にジョインテッドクローなんかを使うのでよく使っていたのがこんなタックルの組み合わせ、ですねこれは、メタニウムね、二重メタニウムに、ラインねフロロカーボンのこれ16ポンドとか14ポンドとかねそんな感じの太さのを入れて、でこれはね竿はねロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドクラスっていう竿なんですけども、これもねやはり7フィート前後のね竿っていうことで、でグリップエンドこんな感じですけども、
おかっぱりで使うってなると結構この組み合わせでねジョイクロとか使うことが多かったかなっていう感じで、ね、この組み合わせの場合はまあ羽物とかも、使っちゃうけども、はたまたちょっとワームの釣りやりたいななんていう時も、即座に対応できるっていうね、おかっぱり一本で行くんだったら結構こんな感じのタックルかなっていうね。ギア比もねそこまで、ローギアっていうわけではないので、ここら辺でなんだろう、一日中羽物をやりきるぞなんていう時はこういうもう巻物に特化したような、組み合わせ、おかっぱりでね、まあなんかいろいろやりたいな、その中で、ジョイクローラーなんかもトッピングで使いたいななんていう時はこんな感じの組み合わせっていう風ですかね。はい、ここら辺がね、2021年にかけてもまあ使っていくような組み合わせセットになってくるんじゃないかななんていう風にね、予想しております。はい、そんなわけでね、いろいろジョイクローラー見てきましたけども、まあね、ちょっと非常に楽しみなルアーがね年末に登場したなっていうことで、まあベイトフィッシュライクな感じの形で羽物っていうね、まあこの手の大きめの羽物でいうと、あのデプスの NZ クローラーなんかがね、やっぱりでっかい魚引っ張る力も強くて、いいなっていう感じなんですけども、 NZ クローラーなんかがね、あの幅広のボディでこうバンとねした感じの波動を出すとしたら、このジョイクローラーに関してはなんだろう、細長いねこういう感じのボディで、なんだろう、ベイトフィッシュがこう逃げ惑うっていうね、そんな感じの演出が、しやすいんじゃないかなっていうことで、そこら辺のまああとこのインナープレートとかのねフラッシングの具合はどうだろうとか、ここら辺のちょっとラフな感じのね、取り付けがまたカショカショいい感じの音を奏でてくれるんではないかななんていうふうにね、期待しております。まずねちょっと開けてみたんですけども、まあ、タイミングでねどんな泳ぎなのかね、あの釣り場の方でも見ていきたいなっていうところと、まあ、あとちょっと今の時期だとね、あのシーバスなんかもよく行ってるんで、まあ、そんなところでもねちょっとどんな感じかなって投げてみたいななんていうね、こういう大きめの、ね、ボディのシルエットのやつがすごいね、まだギリギリ効くんじゃないかな、ね、だいぶ寒くなってきたんでもう終盤終わるかどうかっていうところですけども、せっかく手に入れたんで、まあね、どんな感じの動きかね、そういうところも追いかけていきたいと思います。はい、というわけでね、こう開けていろいろと手元で見てきましたけども、結構ね、注目のルアーが年末に登場したんじゃないかなっていうことで、引き続きね、追いかけていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ガンクラフトのね、最新ルアー、ジョイクローラー178、これがね、家に届いてあって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。